これは今日1,2,3,4,5,6,7本吹いてきて最後にね残った一番安い24,800円23,800円謎の1000円引き、うん、なるほどちょっとなんだろう、やっぱりね、あの300の方はまあ音安っぽいけど、まあ、ね、まあ吹けなかった、うんうん、普通にやれる。こっちはちょっとあるよ ね、 あのいつもほら中国製品扱ってる時には大体セオで吹いてるんだけど、セオでもセオでも結構重い。結構重い。結論としてはプレイテックの上位モデルは、うん、多分一つなんだろう、中国製品の中ではまともな部類、ま、そうところにあるとなんだけど、下モデルは、まあ、普通の中国製品と同じぐらいの感じかな、うん、確かに。やっぱり色全然違う。ちょっとさっきの上位モデルと比較してみましょうか。ああ、そうね。ほら、全然ほら、こっちがあの300で、こっちが200ね。うん、だいぶこう違いますよね。っていう感じですかね。感じですかね。はい。でまあでも値段そうだよ。いや逆に言うとさ、ものすごい安いんじゃない？普通に値段よりはいいと思う。だって中国製品いいやつはね。の中でも多分プレイテックって相当安いレベルなんじゃないかな、うんね、とりあえず買うかっていうテンションで買えるからね。まあまあそうだね、うんうん、とりあえず買うかっていうのはまあありっちゃう、はい、ぐらいの感じですかね、はい、デビューは以上です。